本多忠勝ら徳川の精鋭と三国時代の雄五軍が激突。激闘の中で彼らは分かり合い協力体制を取ることとなる。これは両軍にとって渡りに船であった。突然現れた不思議な武器呂布の凄まじい力。この世界の謎はあまりにも多く不可解であった。両陣営は現状を鑑み、味方は多い方がいいと判断したのである。そんな中、五軍の偵察部隊が情報を得て戻ってくる。暴君董卓がとある村で暴れているという。徳川と五の連合軍は民を救うべく村へと急行した。どのような事情があるかは知らぬが、民を傷つけ略奪を働くとは許せぬ。急ぎ董卓を倒し民を救うのだ。皆進め、董卓を倒し民を救うのだ。民の中にも戦っている者がいるか。あっぱれな心意気を死なせてはならぬ。反乱軍に協力する民は飢え死にだ。師匠に書かれた通りの暴君のようだな。ああ、我を敷いた民市中に肉林に吹ける悪逆非道な男だ。わしらの部族に支え。ありがとう、助かった。もう大丈夫です。安全なところへ避難してください。しかし、先ほど敵兵が言っていた反乱軍とは一体。私も勇気づけられます。どうにもならん。命拾いしました、ありがとうございます。神ごときに何を手間取っておる。わしがさっさと片付けてくれるのは。董卓の本体が民を。ここからでは間に合わん。兼続とも民が襲われているぞ。我らの前で何という増強。ああ馬長殿、死なすわけにはいくまい。愛と愛の焦点で我らが救わねば。さあ銀平殿も。はい、力いっぱい頑張ります。
すがは金馬町、意図愛にあふれた勇士だな。金粒殿こそ正義を貫く男、その気概は何者にも破れぬだろう。熱いお二人ですね。度が過ぎる気がします。その分を示さない。心配ありません。ゼルは柱だ。見事だ。その調子で奮戦せよ。わしは帰るぞ。信長め、面倒なことをさせおって。聞こえたが、なぜ董卓がその名を。直政、本当にありがとうございます。助かりました。無事で何よりです。ここは我々に任せてください。はい、よし、民を救うことができたな。あとは敵の残党を追い払うだけだ。董卓はもういないの？また悪さをして帰ったのかしら。早く探そうの。マロは帰って蹴鞠がしたいの。みんな、董卓を探して。邪魔する人は徹底的に痛めつける。この手だと。まさか民を追撃するつもりか。城内に乗り込もう。敵の援軍を断つにはそれしかない。よくぞ董卓を追い払ってくれた。押し通る。敵の敵は味方、そう思ってよいのか。敵味方の問題ではない。その疑心に共感したのだ。これより我らは同志、共に不義の輩を打ち払おう。まあ門が閉まっているのね。困ったな。では門番に不義を示しましょう。彼らの戦意をくじき門を開けさせるのです。おお、いい戦ぶりだ。董卓殿はどこに行ったの？まさか蹴鞠かの。残っているのは配下の兵だけで、ほんと自分本位な男。そんな見事に負けちまうとはな。直政、聖さん、さあ来やがれ。お前なんざひとひねりだ。行きます。これが叶う相手じゃねえか。強すぎる。もう開けますから、命だけは。頼もしき同志を得て私は幸せだ。ひとひねりだ。打ち取った。俺の負けだ。平八、これにやる。我が知略試させてもらおうか。
が知略試させてもらおうか。お見事です。私も見習わなければ。戦果を見せるは恥だが、東卓軍の残党だな。民の安寧のためここから出て行ってもらう。もしかして東卓殿はもういないのかの？そのようで、なら、あの人のため私たちがここを地獄にしてしまいましょう。目がちこれにあり。しまったの。これぞ無双。キツケ殿に怒られてしまうの。あの人が怒るかしら。この状況きっと喜ぶわよ。東卓、そして奴の裏にいる信長という男、一体何を考えている。我らの義心を一つにしたことで不義の輩を打ち払えたな。それにしても忠勝殿、あなたもここに来ていたのか。孫権殿もこの世界では初めてお会いしますね。この世界、お前たち何か知っているのか。我らは霧に迷い、気づけばこの妙な場所にいた。事情がわかるのであれば教えてもらいたい。この世界に来たばかりということか。ならば劉備殿と謙信殿のもとへ案内しよう。二人は盟を結び、この世界で信長と戦っている。俺たちはその下で力を尽くしているのだ。信長か。董卓もその名を口にしていたな。わかった、すまぬが案内を頼みたい。この馬毛器、何者にも屈しはせんぞ。分身の娘、菅銀平、非力ですが頑張ります。義天下に示さん。よくぞ来てくれた。孫悟の皆には改めて名乗る必要もなかろうが、私は劉玄徳。謙信殿と盟を結び、信長に対抗する軍を率いている。劉備が人心は信ずるに値する。かの魔王との闘争には必要な存在よ。とはいえ俺たちはあちらに比べれば大した戦力も持っていない。世では反乱軍などと呼ばれていますがね。待ってください、あなた方はなぜ信長公と戦っているのですか。それにこの世界は一体。私たちも正直多くは分かっておらぬ。だが知っている言葉すべて話そう。この奇妙な世界には
時や場所を超え、さまざまな人間が迷い込んでくる。何故このようなことになったのか、どうすれば元の世界へ戻れるのか、力を尽くしてはいるものの、未だ解き明かせておらぬ。そんなある日、突然織田信長が兵を率い、周囲の領地へ侵攻を開始した。この世界に覇を唱える、それができるだけの力を手にしたのだと。信長は瞬く間に周囲の将を従えていった。奇妙な力であらゆる敵をねじ伏せながら、だがこのような強引なやり方を見過ごせるはずもない。私と謙信殿、そして信玄殿は信長に対抗すべく命を結んだ。信長の真意を確かめるため、そしてかの者が得た力の正体を暴くため。とはいえ織田軍はあまりにも盛況、正直なところもっと戦力が必要だ。よければ我らに力を貸してくれぬか。先の織田軍のやり方を見て疑問を抱いたのは我らも同じ。それにこの世界の謎と元の世界に戻る方法を探らねばならぬ。ここは手を結ぶのが得策かもしれぬな。新たなる盟友を得られし幸運、天に感謝せぬ。劉備様、謙信様、大変です。武田領が織田軍の侵攻を受けました。敵陣には信長と盟を結ぶ北条氏康、今川義元の姿もある模様。信玄公のもとには雪村たちもいる。とはいえそれだけの大軍相手では長くは持つまい。その通りです。どうか急ぎ救援を。わかった、すぐに向かおう。いざ、劉玄徳、大志を掲げ進まん。覇者検証。おう硬直、すべてに報いよう。気づけば手元の武器が増えてきたな。より良い武器をしつらえればさらに戦果を上げられるだろう。